おはようございます。スミネでございます。今日はですね、久しぶりに、タイトルにありました通り鉄キャスと言いまして講習層をお送りしてまいりたいと思っております。まあ、なんせ昨日の夜に、昨日の夜にですね、思い出しまして、本当に多分この時間だろうというふうなのを目星をつけて現在やってきております。いけるかな。ここはですね、滋賀県東近江市東海道本線のですね一角をですね琵琶湖線というところに来ております。滋賀県のちょうど中央部古道地域というふうに言われておりますところでございます。その場所からツイキャスをお送りしていこうと思っております。記録映像としてお送りしていきたいと思います。東部のですね、東武鉄道の野田線用の新造車両がここを通過するということで現在ここに待っているところでございます。設定ダイヤ通りですと、7時10分ほどですね。7時10分ぐらいにですね、ここをその新造車両とあと牽引した機関車をですね通過するだろうというふうに見られています。東近江市というところにやってきております。あと7分ほどでやってくるのではないかと思います。予報ではですね、この時間帯雨がなというふうな予報もあったんですけども、今のところ雨は降っておりません。予定通りやってくるのではないかと思います。ちょうどですね、今見ている方向は大阪方向になります。で、こう今通っているところが、今この左側の線が東海道本線、まあ、通称琵琶湖線と言われていますところでございます。このですね、鉄道撮影のですね、穴場とも言われております、能登川安土間の能登川より、能登川側の方でお送りしていこうと思っております。まあ、安土側の方にはですね、多分、10人ほどの方が法列を組んでですね、並んでおられるのではないかと思いますが、まあ、今回ですね、下松と言いまして、山口県の下松のですね、日立製作所。こちらからですね、新造されまして、送られてくる予定となっております。今ですね、奥の方から荒いところ見えてきました。設定ダイヤルとですと、近江八幡に6時59分通過ということになってますので、もしかしたらもうこれかな？違うかな？結構なゆっくりなスピードで来てますので、これっぽい気がします。今回はですね、結構近くに寄ってお送りしていこうと思っております。行動のギリギリのところまで行ってですね、撮影をしようと思っております。線路の中には入っておりません。そろそろかな？じゃあそろそろのようですので、まあ、一旦来ますので黙ってみたいと思いますが、あ、これですね。ではごゆっくりご覧ください。すぐに終わります。
反対側からははるかが通過していきます。ちょっと早かったですね。設定台よりもちょっと早めに通過しているようであります。これはですね、東武野田線、東武が買い取ったんですね、線路に充当されます列車 6+6、12両部門が今滋賀県を通過してきました、まあ、この後ですね、三重県、岐阜県、愛知県、静岡県、東京までですね、行きますので、それぞれの方がですね、撮影をされ、映像、画像でネット上にアップされておりますので、その映像、画像をまだ機械してあたります。では、この辺で、鉄キャス、甲州出動の東武野田編の終わりたいと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。静かな滋賀県から失礼いたします。